こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスに油絵の具で一気に絵を描きます。なぜ一気に描くかというのは後でお話しします。ここまで書いたんですが、今のところ何を書くか決めていません。さっき一気に書くって言ったんですけど、油絵の具はアクリル絵の具みたいにすぐに乾かないので、もう乾かないまま一気に仕上げます。私が油絵の具で絵を描くときは、アクリル絵の具だと数十分で乾くんですけど、油絵の具だと数日以上乾かないんで、数日経ってからまた足して、でまた数日経ってからまた足して、かなり時間をかけて書くこともあります。もしくはどうせ乾かないんで、乾かないままベト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 描いて一気に描いてしまうって感じの時もあります。で、今日も時間がないので一気に仕上げたいと思います。絵が完成しました。タイトルは雨雲の下に咲く花です。最初に言ったように一気に仕上げました。さっきも言いましたが、絵の具の乾かない状態で描いたので、濃い絵の具をベト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 重ねていくような描き方をしました。実は今年の6月に油絵コラボ展という3人展をやります。3人で油絵をコラボします。コラボの他に普通に一人で描いた絵も展示します。で、これも展示しようと思うんですが、開催が6月なので雨雲で、で、まあ、油絵の具で描きました。展示の詳細は下の概要欄に私のウェブサイトのリンクが貼ってありますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。というわけで今日の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。